高橋由一チャンネル。自衛隊はなぜポジティブリストなんですか？歴史的経緯お願いします。またポジティブリストからネガティブリストに変えることはできますか、という質問が来ております。ポジティブリストっていうのは、はい、自衛隊がやれることを書いてある、やれることを書いてあるっていうのがポジティブリストって言うんだけど、はいはい、これはなぜそうなのかっていうと、日本国憲法にすごく関係があるんですよ、はい、で日本国憲法の中で軍隊を持たないって規定があるから、はい、軍隊を持たないって規定があると自衛隊は軍隊でない、はい、それでじゃあ何かっていうと普通の行政組織になっちゃう、お普通の行政組織と同じっていう位置づけになって、はい、普通の行政組織の法律の立て方っていうのは、はい、これができるこれができるって書く、はい、だからそういうんでポジティブリストになる。でこれはだからネガティブリストにできるんですかっていう時に、はい、じゃあどういうふうに考えたらいいかってことを言うとね、はい、まあじゃあ世界の軍隊はどうかと、はい、まず思うわけ、はい、世界の軍隊っていうのは軍隊って組織自体が実はもうありとあらゆる状況に対応しなきゃいけないから非常事態なのかもしれないけど、はいはい、ポジティブリストじゃ対応できないのは当たり前なんですよ。これができるって言うたって、それが何かがあった時にこれができるっていうのはあるんだけど、想定する話が全然違うからね、はい、だから実はあんまりそのポジティブリストに書かないです、うん、書かなくて、じゃあどういう法規に従うかっていうと国際法っていうね、はい、に従うのが普通の軍隊の常識です。あで、そうじゃないと対応できないから。だから国際法って言って非常にふわっとした話なんだけど、はい、戦争かなんかの時に適用できるようなルールってそれだけなんですよ。あ、まあ、それだからネガティブリストでもないんだけどね。はい、まあそういうふうな国際法に従うっていうのは普通の国の軍隊なんだ。はい、だからそこは日本は憲法上軍隊がないっていうんでできない。はい、で、それでだからそこをじゃあ普通の国の国際法に従う仕組みっていうふうに直すんだったら、はいはい、例えば緊急事態の時には国際法に従えっていう規定を憲法に置くしかないわけ、はい、だから憲法上憲法改正しないとなかなか今の行政組織のようなポジティブリスト方式は実は直らないっていうことです。あ、だからそういう意味では今の自衛隊法はそこに基づくアフガンの救出ってあるんだけど、ね、はい、あれはだからポジティブリストだから安全なところを確認していくつってわけでわかんない救出規定なんだよね。普通安全じゃないから救出してくれって言うんだけどね。だからそれはポジティブリストで作るとこういう、いや国会対策上こういう法律しかできなくなっちゃって、はいはい、それは昔からもうこれひどいって分かってたわけ、はい、だから小泉さんなんかはね自衛隊に行ってるとこ安全ですってそういう答弁しちゃったんだろうね。あ、そうでした、ね、もうどうしようもないんだよねこれはね。だからそれ今の憲法の話の元で言って軍隊がダメだって言っててやってるからまともな法律の立て方になってないって憲法がそうやって制約してるっていうのがもうそこに尽きちゃうわけ。法人保護の場合には、はい、法人保護で救出に行くときには、はい、実は国際法に従って行動せよとかね、そういうふうな趣旨の憲法の規定を置くしかないんですよ、はい、あ、じゃあ今のままじゃもう。だからはっきり言うと今の、 自衛隊法の基づいて今回アフガン救出行ったでしょ、はい、あれは多分ね違法ですよ。え、当たり前ですよ。だって安全なとこしか行けないって書いてあるんだもん。違法に決まってるじゃない。あ、そうなる。それは違法なんだけど、もう法人のために、救出のためにどうしてもしょうがないからっていうので、長期的措置で行ったんだと思いますよ。でも行ったんだけど、もともと違法のことをやろうとするから、行くに時間かかっちゃって、結果的にはものすごい時間かかっちゃって、海外に比べて1週間以上遅くなってんだよね。はい、それで結構もたもたしてる間に、アフガンの前でテロが起こっちゃって、空港にも行けなくなっちゃって、救出があんまりできなかったっていうことですよ。あ、現実はこれですよ。だから、まあ、違法なことをやるにあたってね、手続き上大変になっちゃうんだよね。だから、なかなかできなくて、だから結果的には違法なことをやったんだけど、手続きで時間かかっちゃって、救出するのが1週間ぐらい他の国から遅れてるからね、それじゃ話にならないなってことですよ。で、それに輪をかけて、先に大使が逃げちゃったりしてね、もう本当にもうどうしようもない世界ですよ、これは。あれ、なんで大使逃げちゃったんですか？いかんですよ。いかんだけど、やっぱり法律上知ってて、助けに来れないの知ってるからすぐに逃げたんじゃないの？あ、そういうことか。うん、要するに大使ぐらいだと、はい、この緊急事態の時にすぐに自衛隊が救出に来れないってすぐわかるから。あ、だから逃げたんじゃないの？あ、だからとんでもない話が、この今回のアフガンの中にはね、ものすごい詰まってたわけ。最初に大使が逃げちゃったって、なぜか。これでなぜすぐ自衛隊が救出に行けないかって憲法の話でしょ。はいはい、で、そういうのを、全部、マスコミがね、きちんと報道してくれればいいけど、はい、全然こんなの報道しないからね。これ言うとね、結果的にはね、憲法改正をとどめ、なんかやめるって言ったら誰かって話になるからね。
一方で野党の方はね、はい、いろんなこと言うでしょ、はい、で憲法解釈じゃあ協力するかとはしないからね。むちゃくちゃです、ね。むちゃくちゃだよ。本当に。ただ、よく整理すると、本当、大使が早く逃げたのけしから、すぐ自衛隊に救出行かないのもっとけしから、うん。で、それはなぜいけないかっていうと、憲法上の制約があって、憲法解釈してこなかったかなって答えになっちゃう。うん、これで自衛隊法直すべきだっていくら言う人いるんだけど、はい、憲法解釈しなかったら直してもたくさん知れてますよ。それは作る側としては踏み込めない。私こういうの随分立法やったことあるけど、はい、憲法上の制約があったらできないもん。それだけで終わりだもん。だから憲法上の制約があって軍隊として規定してないから、はい、そしたらもう国際法規に従うっていうのは憲法ではそういうこと書いてないから、普通の法律で書いたら違憲になっちゃうから、違憲になっちゃって法律自体が無効になっちゃうんで、これはできないですね、はい。その憲法改正はでも9条いじらずでもできるってことですね。緊急事態条項を置くだけだからね、うん、緊急事態条項を置いて法人の救出なんかの時には、はい、自衛隊は国際法に従えっていう趣旨のことを書くだけだ、うん、でもともと国際環境をあの、考えて行動しろっていうのは全文に書いてあるからね、はい、それをちょっと持ってくればできると思うんだけどね、条文の中にね。だから法人救出とかそういう時にはね、はい、国際法にのっとると、はい、それだけでいいんだけどね。海外なんかみんなあの軍隊になってるから、はい、海外に行った時の従う法規っていうのは、はい、自分の国の法規よりかは国際法ですよ。国際法しかないから、うん、国際法ってね、きっちりした法律があるわけじゃないんだけど、はい、今までの観光とかそういうのになり合ってるんだけどね、はい、そういうのに従ってやるしかないですよ。アフガンの話を見るたびにね、もう日本のね、あのいかにひどいかっていうのがもうたくさん出てるよね。超法規的措置を取ったのは立派なんだけど、でも超法規的措置を取るために時間がかかりすぎちゃって、はい、結果的にはあんまり法人が救出できてないから、はい、そういう意味ではね、菅政権もこれ超法規的措置取りましたとは言えないんじゃないの。あ、そうなんです。だって結果が出てないし、残ってるのは事実だからね、はい、やっぱりこの手の話は結果が全てだから、はい、何百人もね、はい、あの日本人とおよびね、あのアフガン人で日本の大使館に協力者とかそういうのを連れ出したらね、はい、それで自分できたからね、はい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 、残念ながらそうじゃなかったですね。スタートダッシュで動き出したのは早かったけど、いろんなことの手続きで結果的に遅くなったっていう感じ。スタートダッシュ早かったのは大使が早く逃げたから早かったこの逃げ足は金メダル級じゃないの。それだけ逃げ足は早かったと思うよだからそういう認識はあったと思うんだけど、はいはい、いくらなんでも外務省は大使が逃げたってのはすぐ知ってると思いますよ。ああ、なるほど、うん、これは外務省が自衛隊に要請してる。そうだそうだよ、うん、だから本来であれば法律違反のことを要請したんだけどね、うんうん、それは岸さんだから受けたんだけど、でも外務省はその前にああでもないこうでもないって言って大使が逃げてる間に、ね、いろんなことできなかったんじゃないの。治る日は来るんですか。大変だね、これを治すのはね。ただこういうのをあのちゃんとケーススタディできちっと研究してね、はい、やるべきだと思うけどね、国会議員の人はね。だからこういうのがあるから今度の、衆議院選挙なんかはね、この非常事態に備えてね、いろんな緊急事態の対処をするっていうのが議論になっても私は不思議じゃないと思うけどね。なかなか言い出さないですよね、みんな。マスコミ言わないよねこんな解説って聞いたことないんでしょしないですよ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。